どうぞ。今日から県立美術館で始まった企画展、食を彩る工芸。この企画展ではお椀や茶道具など食文化をテーマにした近世から現代までの工芸作品が展示されています。会場の作品は加賀料理や金沢の茶屋文化などテーマごとに分けられ、合わせておよそ150点の作品が並んでいます。中にはこの展示会に合わせて作られた作品もあり、積み重ねてきた食文化の伝統を感じることができます。企画展食を彩る工芸は来月8日まで開催されていて、期間中は作品を出品している作家によるトークショーなども行われるということです。